はい、こんにちは、こんばんは、たかです。7月そば、まだ月曜日残ってますけどもね、まあほぼ終わりということで、月足の形なんかもこうイメージしながら、今回は話をしていこうかと思うんですけども、まあするとまあちょっとこう面白い景色見えてくるんですね。このあたりを触れていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、1時間足に冷やしを重ねています。今月のドル、まあ、結構よく動きましたね。7月の頭から大きな売りがドーンと入ったんですけども、後半にかけて戻りが入っています。この戻りをどう捉えるかで意見が分かれるところだと思うんですね。サポート割れていますから、戻り売りを見てくる人は当然これ出てくると思うんですけども、ただこの売り、まあ、入ってはいると思うんですけどね、なかなか下がってこないという値動きがありました。特に今週なんですけども、1回下の方に試した、まあ、これ FMC の動きも絡んでるんですけどね、下を試してるんですけども、結果抜けずに上の方に抜けた、上昇トレンドがこれで見えてきたことになります。下落トレンドの中に上昇トレンドが見えてますから、まあ、どっちを見ればいいのという状況にはなっていると思うんですけども、まあ、個人的に僕はこの青い波ですね、上昇トレンドの方をしっかり見たいなと思ってます。その理由というのは上位足の方にあるかなと思うんですけども、その前にですね、このあたり、過去の抵抗ラインではありましたので、すごく抵抗は出やすい場所だと思うんですね。トレンドが出たからといってすぐにこう収支上がっていくわけではないですからね、金曜日なんかもちょっとこう上値が重い状況出てますから、まあ、青い波を見てますからね、僕はドル買いを見ていこうかと思うんですけども、ただまあちょっとした押しには注意は必要かなと思います。波の起点を割り込むまでは、まあ押し目買いは意識してみたいところですね。はい、そしてこちらが4時間足、週足を重ねています。今週の週足陽線になってますね。先々週ですけども大きな陰線が出ています。これがサポートを割っていたので、まあ、下落トレンドが見えたことになりますね。であればこう戻り売りを見ていくというのが、メインシナリオになってくるかと思いますけども、今のところこの戻り売りというのが報われてないですね。むしろ行ってこいで、ショートを捕まえというような環境になっています。再びこういったサポートも見えてきているんではないかなと思うんですね。こういった風に考える理由というのが上位足にあります。はい、こちらが日足、月足を重ねています。まあ、普段月足の環境なんてあまり見なくてもいいと思うんですけどね。ただ今回はちょっと注目をしていただきたいなと。まずはドルの動きなんですけども、今年に入ってからドルというのは全然動いてないんですね。レンジ相場になっています。この上の赤いラインが去年の最高値、下の青いラインが去年の最安値です。今ここでレンジを作っている意味というのは、まあ、高値と安値のど真ん中、方向感がなくなってしまっているという見方でいいのかなと思うんですけども、となると今月のこの月足、まだ1日残ってますけどもね、今月の月足を見ていただくと、これ下を試してるんですね。これこのまま抜けていれば下落トレンドが見えてきたと思うんですけども、結果としてこれヒゲをつけて戻しています。今のところこれだと僕はブレイクとあまり見ないですね。さらに言ってしまえば、今のこの現在地ってレンジの安値圏ですよね。安値でサポートが見えたんであれば、次にこう意識していくのはレンジの下から上まで、こういった流れを見ていくのが基本かなと思います。まあ、何もこう大きなトレンドを期待しているわけではなくて、まあ、単なるレンジ相場ではあるんですけども、ただ今回の場合はこう短期足で1回下の方に抜けてますからね、短期勢の方にとってはこれ戻り売りが入ってくるような状況だったと思うんですね。普通はレンジの安値圏でショートなんかは入ってこないと思うんですけども、このように短期足が抜けてしまうと、短期的なまあショート勢というのがまあこれ入ってきますんでね、レンジの安値圏でショートが入って、そしてそのショートが報われていないとなってくると、まあ、よりレンジの下から上まで買いが入りやすい状況は生まれてくるのかなとは考えています。ということで、7月はまだ終わってはいませんけども、来週、そして来月の環境としてドルの強さというのは見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらが円指数になります。1時間足に冷やしを重ねています。この円指数に関しては逆に上値の重さが、まあ、ちょっと見えてきたのかなと、ドルとは逆な動きが見えてきたかなというふうに考えています。このあたり上昇トレンド見れますね。高値も抜けてきてますから強い流れがあったと思います。一回ここを下の方に若干抜けた動きあったんですけども、これをまあひっくり返したという形で、このあたりもすごく強かったですね。まあ、日銀の YCC の修正観測なんかもこのあたり出てましたんでね、まあ、そういった買い戻しも強く出ていたかと思いますけども、ただ金曜日ですね、結果も日銀の発表で、まあ、上髭つけた陰線になってます。相当これ上値重そうですよね。そしてこのあたりは過去の抵抗ライン、現在も抜けていないとなってくると、まあ、これで完全に高値が見えてしまった感があるんですね。一方で下のサポートをここで見ていけば、こういったレンジが見えてきますね。高値圏、安値圏と意識して見ていけば、このあたりはまだ高値圏かなと。まあ、確かにここ赤い上昇トレンドは見えてはいるんですけどね。ただ結果的にブレイクできなかった。割れの重さが明らかに見えてますから、まあ、するとまあレンジを見ていくんならレンジの高値から安値まで、売りの流れを見ていくのがまあメインシナリオになってくるかなというふうに考えてます。この YCC の修正というのがね、少しまあ円買いバイアスをかけていたようにも思うんですね。少しまあそれが抜けていればよかったんですけどね、結果的に抜けていないわけですから、
これはちょっと円買い勢にとってはもう苦しい状況になってしまったかなというふうに感じますね。来週、もしくは来月の環境として円の上値の重さ、円売りですかね、円売りの流れを見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。金曜日はかなりこう大きなボラになっています。今回は水曜日にまあ FMC なんかもありましたからね、このあたりもボラが大きくなっても良かったような1週間だったと思いますけども、こうやって見てみるとやっぱりこう日銀が注目されていたのかなという感じはしますね。それはつまりは YCC の修正というところにまあ焦点が当たっていたかと思いますけども、ただ結果的にこの円というのは変われなかったですね。これが今の事実かなと思いますから、まあ個人的にこの円に関してはまあ弱さを見ていこうかなと思います。冒頭でも触れたように、まあドルは強い流れが出てきてますから、まあ強いドル弱い円というのを見ていこうかと思いますので、これでまあ強弱の差が出ますからね。ということはまあドル円は面白そうということになりますね。では他の通貨に目をやると、特にこのユーロとポンドに買いが入っている、まあ、これちょっと目立った動きかなと思いますけども、はい、こちらが、7月に入ってからの通貨の強弱になります。1日単位ではなくて、まあ、1ヶ月通しての通貨の強弱と見てもらったらいいかなと思うんですけども、ここが0ですね。こうしてみるとこの円、まあ、ずっと強かったんですけども、最後の最後にまあちょっとこう上値の重さが見えてますよね。一方でドルに関しては前半売り込まれましたけども、これは後半にかけてこうしっかり買い戻しが入っています。流れがある程度こうはっきり見えてると思うんですね。一方でこのポンドやユーロどうですかね、まあ、上がったり下がったりはしています。まあ、若干上値の重さはあるかなというふうに思いますけどね。ただちょっとこう方向感なくないですかね。あまりこう流れが見えてこない部分があるかなと。5ドルなんかは最後にこう売りが入りましたんでね、まあ、これちょっと気になるところ。来週も結構イベントがたくさんあるんですね。一つが5ドルのセスクリーンの発表、あとは BOE ですか、ポンドの方にもセスクリーンの発表があります。まあ、これで動いてくるかもしれませんけども、今の段階でまあ特にこのユーロとポンドに関してはもう方向感がないですからね。まあ、このあたりの通貨をこう軸に置いてトレードをしていくというのはまあ少し難しそうだなという気はしますね。通貨の強弱で見てもやっぱり注目はドルと円、まあ、つまりドル円なんかをこう見ていくのが面白いのかなという景色が見えてきますね。もしくはまあドル円ほどではないかもしれませんけども、ドルや円というのは動いてきそうですからね。クロス円とかドルストとかね、このあたりを見ていくのもまあ一つのアイデアだと思います。はい、ということで、こちらがまあ注目のドル円ですね。日足に月足を重ねています。7月の月足、まだ1日残ってますけども、まあ、ほぼ確定と見てもらってもいいかなと思いますので、今の月足環境から見ていきたいと思いますけども、ドル円というのは強い流れがあるんですね。上昇トレンド、押しが入っていましたけども、サポートは現在見えています。まあ、これが130円前後ですかね。現在はまあリバウンドが入ってきている状況ですけども、高値まだ抜けてないですね。月足環境の押し目買いという流れはあるかなと思いますけども、今月の月足は陰線ですからね、若干上値の重さが見えたということになります。過去の抵抗ラインも抜けてないですから、まあ、このあたり上値の重さは見ていくことになりますね。短期的には上昇トレンドが、まあ、止められて、調整局面に入ってくるのかなというイメージで見ています。まあ、このあたりは調整局面ですから、僕ならまずはレンジを疑います。売りが入ったり買いが入ったりという値動きは出てきやすくなるかなと思っているんですけども、まあ、今の動きというのはレンジの下、サポートは若干見えたかなというふうに思いますんでね、レンジの下から上まで買いが入ってきているような、まあ、そういったイメージで今見ていけばいいのかなというふうに思いますね。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。週足環境を見ても高値は抜けてますね。上昇トレンドが見えていますけども、この押しが結構深かったんですね。ただなんとかサポートはされた格好で、そうなるとこれで高安が見えてきたんではないですかね。高値、これが144円を少し超えたところですかね。安値に関しては138円あたりを見てます。今の現在地は真ん中ですから、そういった意味では少しめんどくさい位置にはなってきますけども、ただここをレンジと見ていくんであれば、買いが入ったり売りが入ったりという値動きがまあ繰り返されやすいのかなと。今はレンジの下から買いが入ってきている状況ですから、まあ、そうなると目標はレンジの高値まで。これをブレイクしてくるかどうかというのも完全に別問題だと思いますからね。一旦は144円あたりを目指したまあ強い流れというのをこうイメージはして見ていこうかなと思います。あとは今週のこの週足ですね。売りが入っていたんですけども、下冷え相当長くなっています。しっかり買いが入ったということですね。先週の高安も抜けてないですからね。まあ、結果ハラミ足で方向感はないんですけども、より短期足を見ていくと底堅さは見えていますから、来週はこの底堅さを利用して高値を抜けていくかどうかがまあ一つの注目ポイントにはなっておきそうです。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。冷やしを見ていくと大きな売りがドーンと入ってますからね。戻り売り環境というのはあると思うんですね。高値も抜けてないですから、まあ、当然この142円というのは売り圧力はかかってきやすくなるかなというふうには考えています。ただまあそもそもここ僕はもうレンジと見てますからね。今レンジの下から買いが入ってきているわけですから、目標としてはレンジの高値までを見たいですね。
ですからまあ押し目買いをしていくようなポイント、もしくは底堅い値動きというのを注目したいわけですけども、そうなるとまあこの金曜日の動きが一つのポイントですね。大きな要素が立っています。これで安値は切り上がった形になりますね。つまり上昇トレンドの流れがまあ若干見えてきたのかなと。これが確定するのがまあ高値抜けたらということになってきますから、この高値が142円ですかね。このあたりまあ当然攻防は生まれやすい、すんなりはこういかないかもしれませんけども、ただまあ少なくとも試すような動きは出てくるんじゃないかなと思うんですね。すると現在値まだ141円ですからね、もう少し上げ余地はありますね。短期的なショート勢というのはちょっと苦しい状況を見えてきてしまってますからね。こういった環境がひっくり返らない限り、やっぱり強い流れを僕なら見たいですかね。来週の月曜日に関してはまあ142円が一つの抵抗体にはなってきそうですから、その抵抗体あたりまでのまあ買いの流れ、強さというのを見ていきたいなと思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。目標として見ていたのが142円ということで、まあ、このあたりですね。するとまだ上げ余地はありますけども、まあ、金曜日これ、まあ、最後までずっと買いが入っているの高値引けでしたけども、まあ、若干このあたり、まあ、気になるところですかね。これというのはこれ木曜日の深夜の動きになるんですね。2時に日経新聞が少しリーク情報としてね、今回のこの YCC の修正観測を流したんですね。それにま反応して大きな売りが入ってしまいました。結果としてま大きな売りが入ったのは全戻ししたことになるんですけども、ただこの売りが入ったことによって売りのトレンドがこれ見えますよね。まあ、こういう流れが出てくるとま当然これ戻り売りというのはたくさん入ってくると思うんですね。結果としてまそれが報われてないですから、まあ、短期的なショートがちょっと苦しい状況を見えてしまったかなというふうに思います。同じ高値ですけども、まあ、ここよりもここの方が、まあ、短期のショート勢がより苦しい状況が生まれてしまったのかなと思いますから、まあ、今回はこれブレイクを期待したいところですね。まあ、つまりこうメインシナリオは買い場探しで見ていきたいなと思うんですけどね。ただまあ抵抗にぶつかっているのは事実で、まあ、若干の上値の差は出てくるかもしれませんからね。そういったのはまあ買いのチャンスになってくるかなと。朝からスルスル上がられてしまったらちょっと手は出しにくいかもしれませんけども、ただまあ調整の動きが若干見えてくるかもしれませんからね。こういったのはもうしっかり拾ってはいきたいところですね。もう目線としてはもう全然僕はもうロングで見たいところですね。通貨の強弱で見てもドルが強い、円が弱いという流れが出ています。チャートの方を見ても底堅さが見えていますし、目標も見えていますから、142円を目指した上げというのを来週は意識して相場の方は追っていきたいと思います。はい、変わりまして、こちらがニューヨークダウの CFD、1時間足に冷やしを重ねています。ダウに関してもこのあたりの調整局面という形が、まあ、冷やし環境だと見えてしまってますね。この前には強い上昇トレンド、高値も抜けていますから、チャートはすごく強いと思います。基本的にまず見ていきたいのはもう押し目買いということになってきそうですから、サポート探しですね。現在だと$35,300あたり、このあたりにサポートは見えてるかなと思いますから、まあ、引き付けてのロングが、まあ、メインシナリオになってくるかなと思います。高値ブレイクも十分見ていきたいところです。はい、そしてこちらが日足に付け足を重ねています。付け足ほぼ確定しましたからね。今の現在地を改めて見ていきたいと思いますけども、今月の付け足、高値抜けてきましたね。ブレイクということになってますから、まあ、この環境見てもやっぱり買いたいなということになります。ただ、直近の高値まだ抜けてないので、これ抜けるかどうかは別問題ですからね。まあ、このあたり抵抗も出やすそうなところですから、まあ、一旦は$36,500あたりですかね。このあたりを目指した上昇というのを、まあ、意識していこうかと思います。ということはまだ1000ドルぐらいは上げ余地はあるんですかね。まあ、こういった強い流れというのが来週のポイントになってきそうです。はい、変わりまして、こちらが日経平均の CFD、 1時間足に冷やしを重ねています。日経平均、まあ、ずっと僕はこう上値が重いという話をしていたんですけども、ただ金曜日強かったですね。貯金の高値、これついに抜けてきています。ということは波の反転がこれで見えたことになるんですかね。買いを見ていくと、まあ、短期のショート勢はまあちょっと苦しい状況になりました。このあたりのレンジと見ていましたので、レンジの中に再度小さなレンジができていて、この小さなレンジから上の方に抜けてきたという流れがありますから、まあ、目標は33,800円あたりですかね。このあたりはまあレンジの高値圏になってきますから、まあ、このあたりまでの上昇というのはまあ見えてきたことにはなると思います。まあ、ショート勢はこの上げには付き合いたくはないところですからね。まあ、一旦は撤退というのも考えていかないといけないかなという動きにはなってきましたけども、ただ、ダウ平均ほど僕はそんなにこう強気では見てないんです。はい、それがまあこちらですかね。こちらが日足に付け足を重ねています。付け足を見ていくところで陰線なんですね。その前には強い上昇を取るの高値も抜けてきていますから、チャートはすごく強いんですね。これは間違いないんですけども、ここで陰線ができてしまうと、今後僕は調整局面見ていきます。調整ということはレンジを疑って見ていくんですね。ですからまだ高安はっきりは見えてこないんですけども、この位置高値圏か安値圏かと言われたらこれどうですかね。僕はやっぱり高値圏として意識していくことになると思うんですね。
まあ、高値抜けていればね、こういった環境も変わってくると思いますけど、まだ高値も抜けてないわけですからね、そうなるとまあ高値掴みには警戒したいと。まあ、直近の流れはすごく強いのはわかるんですけどね、やっぱりこう高値警戒感というのは持つべきなのかなというふうに思います。場合によってはレンジの上から下まで、売りの流れを見ていく場面もあっても良さそうですけどね。なのでこの株価の強さというところを見ていくんであればね、やっぱりこう資金が集まってきているこのアメリカ株というところを追っていく方がまあ流れには乗りやすいのかなと思うところですね。はい、変わりましてこちらが金の CFD 時間足に冷やしを重ねています。金相場ですけども、まあ、これ下の方に一回抜けたんですけどね、金曜日にしっかり買いが入ってきました。まあ、ドルが買われたという流れがあったんで、金の方に売りが入りやすい環境あったかと思うんですけどね、その割には底堅い動きにはなったかなと思います。結果1950ドル前後ですかね、このあたりにはまだ抵抗が見えていますね。この前には上昇トレンド見えてますから、まあ高値安値も見えているんではないかなと思います。まあ、こういったレンジを見ていけばいいのかなと思いますね。すると今のこの現在地はレンジの安値圏、レンジの下から上まで、こういった流れは出てきてもおかしくないと思いますね。高値1980ドル、安値が1950ドルあたりを今は見てます。はい、そしてこちらが4時間足、週足を重ねています。ただこの金相場というのは上位足を見れば見るほど、若干この上値の重さが気になるような動きになってるんですね。まずは週足環境ですけども、これ1980ドル、まあ、ずっとこれ意識され続けてるんですね。今年に入ってからまあ相当このラインっていうのは、まあ、多くの参加者が見ているんではないかなと。現在もこれ抜けてないんですね。ということはこのラインの今下にいるわけで、こういったレンジが見えてきます。現在地これ見ていくと高値圏ですよね。なので、まあ、買いを見ていくんだらば、まあ、せめてこれ抜けてほしいところですよね。まあ、抜けてくれば、この上の世界に今度入ってきますんでね、レンジの安値圏という形が見えてきますから、この位置だったら買いやすくなると思うんですけども、今の現在地はまだ高値圏、すごく買いにくい場所だと思います。はい、さらにこちらが日足に月足を重ねています。今月は陽線になっていますから、まあ、底堅い動きは見えてるんですね。ただそれを言うんであればこの上の抵抗、やっぱりこれちょっと気になるところなんですよね。抜けていればいいんですけども、まだ抜けていないと。まあ、底堅さも見えていますから、まあ、決してすごく弱いというわけではないんですけども、ただまあ2回高値を試してまだ抜けてないわけでね、このあたりは足場も作りやすくなってくるかなと。これ月足環境ですからね、まあ、足場を作るんであればそれなりのサイズ感にはなってきそうで、ではこの位置どうですかと。やっぱり高値圏か安値圏かと言われたら、まあ、高値圏かなという気がしなくもないんですよね。抜けていればこれは全然話変わってきますからね。ですからこの金というのは強いならばもうさっさと抜けてほしいんですけどね。ただ割れの重さはやっぱり見えてしまっています。このあたりをどう考えるのかというところですね。日足を見てくるとまだ強いんですけども、上位足を見れば見るほど割れの重さが気になってしまいます。となるとまあ個人的には金相場というのは、まあ、短期的な強い流れ、これが止められて売りのターンに入ってきた時の方が面白そうかなというふうには思うんですけども、皆さんはどう考えますかね。はい、ということで、まずはドル円ですけども、142円の抵抗、まずはこのあたりを目指した買いというのを来週の月曜日は見ていきたいと思います。現在141円に乗せてきましたんでね、もう少し上げ余地はあるのかなと。そして、まあ、このあたりはすごく抵抗も出やすい場所だと思うんですけどね、こういったところはもう全然ブレイクもあり得るんじゃないかなと。下落の戻り売り環境、これが今崩れつつありますから、言ってしまえばこのあたりというのはショート勢のまあ最終的な防衛ラインですよね。これ抜けてしまったらもうダメだというような場所だと思いますんで、まあ、そういったところって結構抜けてくるんでね、そんなにはいかないと思うんですけども、まあ、来週あたりこうブレイクをこう意識しながら値動きを追っていきたいなと思います。はい、あとはドルインデックスですけどね、これも高値抜けてきていますから、今はこの上昇トレンドを見ていくことになるかなと。まあ、金曜日若干上値が重い形見えてますけど、まだブレイクはしてますからね、戻り売りの失敗という形からのこう強い流れを意識してみたいと思います。まあ、今週は大きなイベントがたくさんありましたからね、忙しい1週間になりましたけども、実は来週も気が抜けない1週間になっています。火曜日にオーストラリアの成績の発表、まあ、水曜日なんか ADP の雇用統計なんかもありますしね、木曜日は BOE イギリスですね、このあたりの成績の発表、そして金曜日は雇用統計と、まあ、なかなかね、まあ、動いてきそうなイベント盛りだくさんということで、ボラはすごく出てきやすい状況はあるんじゃないかなと思います。気を抜かずに見ていきたいと思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっていますので、参考にしてみてください。それでは来週も頑張っていきましょう。